はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はちょっと YouTube ネタなんですけど、 YouTube チャンネルのこと時々聞かれるんでちょっと話しそうと思います。実はうちの会社ですね、 YouTube チャンネル2750人今登録者数いて、まあ、非常に大変助かっております。で、最近ですね、加わった機能と2つとしては、1つはですね、 YouTube ショートですよね。なんで縦型のですね、もしくは正方形の動画を載っけることによって YouTube ショートといって短いのが出せます。なのでこれですね、うちの方もそのチャンネルっていうものと下にショートって出すんですけど、ショートの方が明らかに短くて見やすいんで視聴回数が増えます。なんで簡単に数千ぐらいいくというのがあります。なんでうちの方も面白い動画はショートの方に載せようと思うんですけど、まあこれが1つですね。で、これポイントが1個あって、 YouTube ショートを作るときに音楽選べるんですけど、音楽選んだ場合には収益化ができないらしいです。なのでなんか楽しそうな音楽ついてる場合あるじゃないですか。あの場合って実はですね、動画収益化できなくて、収益化の選ぼうとすると利用不可になってるんですね。なので収益化したい人はこれ音楽を外す必要があります。で、あともう一個ですね、実はまだ使ったことないんですけど、スーパーサンクスっていうのがあって、普通の動画にですね、投げ銭をすることができるらしいです。なんで、普通スパチャツってこう、ライブ配信した時に、投げ銭って言ってこう、1000円とか500円とか投げると思うんですけど、これですね、普通の動画にもスーパーサンクスっていうのがあって、投げられるみたいなんで、僕まだ投げられたことないですけど、まあこの機能が一応ついてますね。で、この機能がつくっていうのは、結構やっぱ YouTube っていうか、そしてはまあチャンネル増えてきてますし、チャンネル登録者数が多い人も増えてきてるんで、まあ、このスーパーサンクス機能っていうのがついてることによって、まあ、結構面白いなとは自分では思っています。はい。まあ、もちろん本業の方が大事なんで、今はですね、ちょっとチャンネルの運営はまあ結構ですね、サイド的な感じになったんですけど、結構展示会で意外と YouTube 見てますってすごい言われるんで、やっぱちゃんと上げなきゃいけなかったなとって反省してますんで、とりあえずですね、今2750人まで来てるんで、3000名までは行きそうなんで、まずは3000名を目指したいと思いますし、3000超えたら次はですね、5000を目指したいと思いますんで、どんどん動画を上げていきたいと思いますんで、まあ、ぜひですね、まあ、YouTube ショートの方もですね、最近上げてますんで、ぜひ見てみてください。はい、じゃあ今回は以上です。